on her way to the mill, proud and all out. But where are you now? Misunderstood, said she would.どこに来ました。まあというわけでコストコでお買い物してきました。コストコとちょっとこのカメハメハベーカリーでね購入したパンたちもあるんですけど、超さっとねサクッと何を購入したかご紹介したいと思います。エッグヘッドカフェに来てます。あれどこの地域でしたっけ。カリヒ、カリヒという地域に来てます。コストコに行く前の朝食連れてきてもらってます。どんなメニューがあるかな。なんかオムレツとかパンケーキ、アサイボールですね。アメリカンカフェかな。じゃあ行ってみましょう。グリーンオニオンパンケーキ、まあ、いわゆるネギのパンケーキみたいな感じ。大きいのを想像していたのですが、こんなに小さかった。美味しい。甘くないって言ってましたよね。甘くない。なんかねちょっとおつまみチックだったね。とこちらがリリコイのサンドイッチ。そう BGTE だからベーコン、なんだろう、グリーン、グリーン、グリーン、トマト、エッグ、BGTE なの。美味しそう。で、リリコイのソース、ドレッシングがついてる。それにスイートポテト、なんだっけ、フレンチフライ。フレンチフライ、美味しそう、うん、いただきます。ジャムパンみたいな、うん、What's so bad about that? So why won't you follow? ガソリンスタンドに来てます。やっぱりねここで入れる方が安いんだって。初めて来た。ハワイ、ガソリンスタンドに初めて来ました。ハワイで10時半から開いてる。コストコに来ました。今日はお友達の車なのでたくさん買えます。イエーイ。じゃあ行ってきます。ただいまというわけでコストコでお買い物してきました。
コストコとちょっとこのカメハメハベーカリーでね購入したパンたちもあるんですけど、超さっとねサクッと何を購入したかご紹介したいと思います。はい、というわけでスピードアップでちょっとご紹介したいと思います。まずね今日は、いくらだったかと言いますと、まずコストコが 90.31、 これに消費税入って 94.49、 まあ、大体1万円分ぐらいですかね。で何点買ったかっていうと11点か。はい、今日はねちょっとお友達の車で行ったので、重いもの飲み物ばっかりみたいな、重いもの中心に買いました。はい、それとカメハメハベーカリーで買ったこのパンたち、友達おすすめのねパン屋さんで、地元のパン屋さんで買ったんですけど、これがめっちゃ安くて、こちらはマラサダが2個入ってます。マラサダ、ちょっとこれはまた紹介できれば明日紹介しようと思っていて、でこっちがバナナローフ、バナナパウンドパン、パウンドケーキみたいな感じのやつで、これがすっごい安くてね、2個で8ドルぐらいでした。3個か。はい、これがまず今日カメハメハベーカリーで購入したもので、じゃあコストコのね紹介を、購入品紹介を本当にサクッとしたいと思います。今帰ってきて、もう冷蔵庫に入れる前にやっちゃおうと思って今ビデオ回してます。はい、ではでは何から行こうかな。この順番通りに行こうかな。じゃあ一番上から、まずはじめ札幌ビア、超どうでもいいかもしれない、日本と全然、むしろ日本のものっていうね、よいしょ、本当普通の安いビールです。さあこれさ、本当にね私ね超びっくりしたのが、なんとさ、今日本がどのくらいなのか、値段がどのくらいなのかわかんないんですけど、とにかくニューヨークのビール、これ札幌もキリンも同じ料金だったんですけど、とにかくニューヨークで1本買うと、これ同じものをですね1本でだいたい3ドル、まあ、基本2ドル3ドル4ドルぐらいするんですよ。でもコストコね、これね今24個入って、さあなんとさ 18.99、 19ドル、めっちゃ安くないですか。なんで普段のビールに、もう本当はねハワイアンビアとかも買いたいんですけど、あれもすっごい安いけど、ひとまず今日はね安さ重視で行かせてもらいました。札幌ビール19ドル24個、安い、ほんと安い、安くてびっくり。じゃあ次は、はい、じゃあ次は 5.89 ドル、ケトルチップス、あこれか、あこの定番のね日本にもあると思いますが、普通のポテトチップス、塩味、今日はあのマウイチップスじゃなくて、こっちの、今日はね、もう安さ重視で行かせてもらいましたから。で、こちらが 5.89。 はい、これはね、定番ですね。その次が、バタークロワッサン、バタークロワッサン、はい、こちらも定番、これバタークロワッサン12個入りで、日本をどんくらい来たか忘れましたけど、あのアメリカでは5ドルです。ではニューヨークもハワイも変わらない5ドル。いい香り、冷凍します、便利ですね。 4.99、 5ドルです。そして次がアルバのシャンプー、そうこれね、シャンプーコンディショナー、これがね今日めちゃくちゃ安かったんです。なので評判もいいし、私はまだ使ったことないんですけど買ってみました。ハワイっぽいよね、ハワイといえばみたいな感じ。これが通常ね、コストコ価格だから通常でも安くて 11.99、 12ドル、通常が1本12ドルで、それの4ドル引き、安っ、めっちゃ安くないですか。というわけで買ってみました、これを。なので12、8ドル、だいたい8ドルでこんだけ入ってるけんさ、めっち
ちゃいいかなと思って、1リットル1リットルと1リットルちょっと一回ね使ってみたいと思います。そうそう、最近のさ私の悩みがねあって、それもねいつか動画にしたいなと思ってるんですけど、ひとまずこれ買いました。シャンプーとトリートメント。はい、次はというと、オーレイっていうものかな、オーレイウルトラ、あ、うん、あ、これかボディウォッシュ、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 これあれ間違った、ボディウォッシュだった、ボディウォッシュの3個入り、そう、プラスのシアバター入りだって。でこれはね今日ね、ここもねこれも安くなっていたのでこちらにしました。使ったことないんですけど、まずお友達がねここのいいよって言ってたのでちょっと使ってみたいなと思います。でこれ3つで15.49、まあほぼほぼ16ドルのものがこちらも4ドル引きで 11.49、 安い、 11.49、 3個で4×3×12、まあ、大体1本4ドルしないぐらい、安い、最高、ありがとうございます。はい、じゃあ次がこれか、ヨーグルト、このヨーグルトも私がよくさニューヨークでも買ってて、まあおなじみですね。これもちょっとなんて読むかわかんない、いつもノーサって勝手に読んでるけど、ノーサで合ってますかね。これの12パック入りで4種類、ブルーベリー、ストロベリー、ルバーブ、レモン、違う、3種類か、ブルーベリー、ストロベリー、ルバーブ、レモン、かける3か、かける4か。はい、これはね、もう何回か紹介したことあるね。こういう感じ、下にブルーベリーだったら、ブルーベリーのソースみたいなのが入っていて、美味しいんですね。サクッと食べれる。はい、こちらが、こちらもね、今日ね、安くなっとって、元値が 9.39 が3ドル引きで、6.39、 うん、安い、12個入ってますからね、うん、いいかなって思って買いました。それと、そう、私はこのニューヨークとハワイを比べての物価の違いの一つで、他の物価っていうかその物たちは全然ニューヨークの方が私は高いと思うんですけど、このヨーグルトだけはね、ヨーグルトとか乳製品はハワイがめちゃくちゃ高くて、そう、その話もいつかします。ということでこれ買いました。はい、そして次がポムのジュース、ポムって読むかわかんないけど合ってるかな、こちらです。これね、スーパージュースみたいに言われてますね、ザクロのジュースです。これもさ、普通のお店とかで買うとめちゃくちゃ高いんですけど、今日はコストコでこちらも安くなっていたので買いました。というわけでグラムは、グラムじゃない、リットルは 1.77 リットル、そう、それで、はい、おいくらだったかというと 9.69 の3ドル引き、まあ、だからだいたい 6.69 とか、安いと思ってちょっと飲んでみたくて、一回に一瞬だけもらったことあるんですけど、本当にちょっとの量全然わかんなかった。ザクロ 100% ザクロジュースです。はい、じゃあ次、あ、こんなとこじゃ、じゃあ次はあ、もう終わりか、あれ、もう終わりですね。じゃあバナナ、お、バナナが、バナナはもう普通のドールのバナナです、紹介するまでもない。 2.39 バナナは結構いろんなところで私買うのでわかるんですけど、でもバナナはね、ホールフーズはすごい意外と安いんですよ。そうなので結構ホールフーズで買ってます。そういうどうでもいいね情報でした。はい、じゃあ、最後にこの2個、てか今日はこれをねちょっと買いに行ったっていうのもあって、はい、前回も購入したこちら、アサイジュース、前回は安くなってて5ドルとかだったと思うんですけど1本、今日はね安くなってなかった、でももう買うしかないと思って買っちゃいました。1本が
7.89、 それでも安い8ドル。はい。もうね、これ毎朝飲むともうこれから抜け出せなくなっちゃって、これ飲まんと一日始まらんちゃけどみたいな感じで飲んでます。はい、それと最後にね、これお友達とね半分こして買おうって言ってたんですけども、さ、お友達すっごい優しくて、もういいよいいよみたいな感じでさ買ってくれました。優しい。はい、というわけでこれ美味しいんですけど、ハワイのリアルジンジャーエール、ワイアンジンジャーレードってやつなんですけど、ちょっと見えるかな、こんな感じで生姜がたっぷり入ってて、アイスでもホットでも飲めるものになってます。そう、これを半分いただきました。いくらだったのかな、ちょっとわからないです。でもね、こう美味しいんです、本当におすすめです。はい、というわけで今日はこんな感じでコストコ11点プラスいただいたもので12点のご紹介をしました。ちょっとめっちゃ早足だったけど、はい、というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆さん、また明日、バイバーイ。